上野、スワイレスマル9価客線はかつて、大阪商船が運航した価客線のクラスの一つで、1928年から1930年にかけて、三菱長崎造船所で2隻が建造された。日本におけるディーゼルエンジン搭載の外交価客線の分野では、大阪商船のサとスマル9価客線、日本郵船の浅間マル9客船線に続いて3番目に、 位置するクラスである。本項目では主に建造の背景や特徴などについて説明する。個々の船についての詳細は当該項目を参照とのこと。大阪商船のみならず、日本で初めてのディーゼルエンジン搭載の概洋型火客船として建造された3とスマル級火客船は当初は5隻が建造される計画だったようだが、 実際には3隻の建造にとどまった。しかし、ブラジルへの移民が一層増加すると見込まれたため、大阪商船では、サントスマル級価客船3隻が出揃った後に、さらに2隻のディーゼル価客船を建造することに決めた。これが、ブエのスアイレスマル級価客船である。もっとも当時の報道では、サントスマル級価客船を単に増備するかのように、 報じられているが、建造の際には、改正が施されて、別のクラスとなった。サントスマル休暇客船とは、基本的な船型は似通っているが、サントスマル休暇客船では、上層甲板に有する船橋部と客室部を結ぶ、遮蔽型のプロムナードが設置されず、ハッチ部分が丸見え状態であったが、上野スワイレースマル休暇客船では、 ハッチ部分を覆い隠すようにプロムナードが設置され、外観上は投資の形となった。また、探偵甲板にある客室部も一部拡大され、談話室となった。部屋のスワイレスマル休暇客船の装備品はすべて国産品で統一されており、船内装飾も甲冑の造形物を置いたり、浮世絵をモチーフとした壁画を取り付けるなど、日本風にまとめられていた。 熱帯地域を航行するため、通風設備などは乗客に対する様々な配慮が施された。また、病室が5つ設けられたほか、3室も設置された。移民者用スペースとなる3等船室は、最大12名が入れるキャビンの他は主に小棚式の寝台が設置され、移民者を上陸させて、日本に寄港する際には、寝台を片付けて貨物室とした。ただし、 三島とはいえグレードの面では他の在来の船の二島に相当するものであった。装飾面について今一つ説明するならば当時並行して建造されていた日本優先の大型貨客船の装飾は総じてイギリス的で天下な装飾が施されていたのに対し大阪商船は日本市民的で新しいものを積極的に取り入れる傾向があった。ブエの スワイレスマル休暇客船は、いわゆる、大阪商船型装飾の実質一番手に当たるが、大阪商船公務部長の和辻春樹が、甲板の子を解消する、ノーキャンバーを取り入れる前の話であり、キャンバーを有した状態で、どのようにして、満足な日本趣味を再現したかについては不明である。ブエのスワイレスマル休暇客船の就航により、西回り南米航路は、基本的に、 ディーゼル火客船5隻での運航となり、年間11回の配船を実施して、従来63日かかっていた神戸とサントス間も46日に短縮された。王航は希望本周りで、リオデジャネイロ、ブエノスアイレスに寄港し、寄港は貨物を乗せ、パナマ運河経由でロサンゼルスに寄港し、日本に帰るコースだったが、南米から日本へ直接輸送する貨物は多くなく、 アメリカ向けのコーヒー豆などの貨物を積むこともあった。しかし、ブエのスアイレス丸級価客船の就航のタイミングはよくなかった。1929年からの世界恐慌の影響を受けて移民数が減少に転じ、しかも西回り南米航路が命令航路であった関係で減便すらままならなかった。それでも後継のアルゼンチナ丸級価客船の就航までは、 西回り南米航路の顔であり続け、世界一周戦として、おなじみの存在となった。ブエノ、スワイレスマルキューカ客船は1939年、アルゼンチナマルキューカ客船の就航を機に新たに、開設されたパナマ運河経由の東回り、南米航路に展示、メキシコやコロンビアなど、従来航路では、無縁だった国々との流通ルートを構築したが、第二次世界大戦の影響や、 日米関係の悪化、パナマ運河の閉鎖によって、航路維持はままならず、ホーン岬周りで日本に帰着したブエノ・スワイレス丸が・マルが太平洋戦争開戦前の大阪商船の南米航路全体における最後の就航船となった。また、合間を縫って大阪大連戦にも臨時に配戦された。太平洋戦争ではブエノ・スワイレス・マルが日本陸軍に リオデシアネロマルは日本海軍にそれぞれ徴用され、ブエノ、スワイレスマルは輸送船を経て、病院船となったが1943年11月27日に爆撃を受けて沈没し、リオデシアネロマルも1944年2月17日のトラック島空襲で沈没した。ありがとうございます。